それでは今回はミノーラのモッツローラーをご紹介したいと思います。こちらの商品の特徴としまして、フレーム形状がこのように三つ折り式で、独立する形となっており、さらにローラードラムも一般的なローラーより、細い、80ミリのローラーを採用しておりますので、収納面も高く、レースやイベント会場へ持ち運ぶ際も大変便利に行えるんではないでしょうか。そしてローラードラムにはスリップ防止と走行ノイズを抑えるためのしぼつき加工がこのようにされており、さらに左右どちらにでも装着可能なステップがついており、そしてもしも脱輪を防ぐ前輪ガードがついておりますので、エントリーユーザーでも安心して使用ができる安全面も考えられております。それでは次に実際に試乗して、しぼつき加工をされたローラードラムと、その他の機能性を確かめてみたいと思います。ステップは面が広くて、滑り止め加工もされておりますので、安心して乗車することができます。ペダルを回し始めると、少し抵抗を感じますが、それほど苦ではない程よい負荷のかかり方となっているのではないでしょうか。そして前輪ガードがついていることによってこのように、もしもふらついた際でも、ある程度であれば、落車やけがを未然に防いでくれることができます。それでは次にスピードを上げてみたいと思います。やはりローラーの直径が短い分、スピードを維持するには少し意識して踏まないといけませんので、緩い向かい風を走るような感覚に似ているかもしれませんね。ローラードラムの表面の加工によって、スリップしづらくなったことで、以前よりもより、安全に高回転のトレーニングや、自転車スキル向上を目的としたトレーニングが行えるモデルとなっているのではないでしょうか。さらに、3本ローラーでも、高い負荷を必要とされる方は別売りのミノーラのオプショントレーニングをお勧めいたします。